黒味もどきを創設していた。ここで、キュビエとバラシエンヌによる俗名は前日のように無効となったため、本種に与えられた俗名としては、ブリーカーのパレストロマティアスが、最古で国際動物命名規約に規定された、選手権に基づく唯一の有効な俗名ということになる。2015年現在では、 精密な解剖学的研究などの結果以下でも述べるようなアジカに共通な特徴が本種に多数見つかったため本種が属する一重型の黒アジモド貴族をアジカに包含させる分類がフィッシュブイスや多くの文献で認められている本種の養魚は生魚との形態の差異が大きいためか独立に二度別種として記載されているがそのいずれも現在では無効な死の任務とされている 以上で述べたような理由から、本州の現在有効な学名は、パレストロマティアス・ニジェールである。俗名についてはギリシャ語で、金、川、服という意味を持つパラを、窃盗字として付けることで、ストロマティアス属と類似する別属であることを表している。一方、首相名は、ラテン語で、黒いという意味である。和名の黒味もどきは、田中重穂が、 本種の内外の形質に基づいて命名したものとされ、明治末から昭和初期にかけて刊行された倉場富三郎の日本西部及び南部魚類図府にも黒味も時の名で記載が見られる。日本での地方名として長崎や福岡、下関で主に底引き毛漁業の関係者が使用する黒マナがある。この古障は本種の体型がマナガツオに似ており、 また体色が黒いことに由来する。幼魚。腹気が見られる。中型の種であり、最大で全長7 5トルに達した記録があるが、普通見られるのは全長3 0トルくらいの個体である。卵形で強く側変した体型を持ち、体高は体長の半分以上と高い。一方、糞は短い。両顎の葉は小さく、後外骨。 前すき骨に葉はない。背びれには前方に4本から5本の棘からなる。第1背びれがあるが、生魚では体内に埋め込まれ、見えなくなる。第2背びれは1棘、41から44、難状である。尻びれも前方に2本の有利棘があるが、生魚では体内に埋め込まれわずかな痕跡しか観察できない。有利棘を除くと尻びれは1棘、35から39難状である。 第2背びれと尻びれはほぼ相同形であり、前方部が伸長する。腹器は、お砂長10センチメートル以上の個体では見られない。生魚の小柄の左右側には、それぞれ1本の隆起があるが、若い個体では見られない。側線は、前方部でごくわずかに湾曲し、側線直線部には8から16の両鱗が存在する。椎骨数は24である。魚の体色は、 背部では茶色、腹部では銀白色になる。尻びれと背びれの前方部は灰青色になる。他のヒレは黄色味を帯びる。しかし、シンガポール沿岸で生きている個体を観察した報告によれば、生きている時の体色は仕事異なり、全体が銀白色、腹部は白色で、災害後方の体側に4本の等間隔の白色の島が存在するという。 先に述べたように本種は外部形態上類似するマナガツオカストローマティアス属に分類されていたことがあった。その類似とは体型の類似の他には生魚の背びれが一気である、つまり味かに見られる第一背びれがないこと、腹気がないこと、尻びれ有利トゲがないことなどであった。しかし、養魚においてはこれらの比例、トゲがべて存在すること、また生魚にも 本跡的に見られることが確認されている。現在ではこれらのヒレ、トゲの存在や両ウロコの存在、椎骨数といったアジカに特有の解剖学的特徴が多数確認されており、本種がアジカに分類される根拠となっている。体長高5 5トルほどの死魚は、ひし形の体型であり、頭部長が体長のほぼ半分を締め吹く危機部で、最も体高が大きい。 幼魚には暗色の横尾があり、長い腹びれには黒色色素胞が発達する。体型に類似の見られる他のアジカ魚類のコチ魚とは、腹気が極めて前くらいであること、背びれとしじびれの難条数が多いことなどで区別できる。本種はインド洋、西太平洋に広く分布する。インド洋では南アフリカ、ケニア、モザンビークといったアフリカ東海岸から、 アラビア海、ベンガル湾にかけて生息する。太平洋西部では中国や日本の南岸、インドネシア、フィリピン、オーストラリア北部などで見られる。特にインド西部やインドネシアで個体数が多い。日本においては、機種であるが東、シナ海をはじめとした南日本で見られる。青森県、牛滝、そして新潟県や富山県、福井県、兵庫県、 山口県などの日本海側でも捕獲された報告がある。大陸ほでよく見られる。通常日中は泥海底近くに位置し、夜間には氷層近くまで上がってくる。エスチュアリーに入ることもある。水深15メートルから105メートルから記録があるが、通常は水深15メートルから40メートルほどで見られる。東、シナ海では、 水深55メートルから80メートルほどから漁獲され、特に60メートルから70メートルの範囲で多く漁獲される。漁獲時の水温は摂氏20度から摂氏23度ほどで、中でも摂氏21度から摂氏23度の温度範囲で最も多い。生魚は表衛生が強い一方、溶魚は主にそこ生生活を送る。肉食魚であり、歯が小さいために、 小型の甲殻類やクラゲ、訂正生物などを捕食する。インド西岸で行われた研究では、大型の動物プランクトンを主に捕食していた。特にサルパが最も重要な捕食対象で、ついでエビ類が捕食対象としては多く、その他の甲殻類やクラゲ、コウイカ、タモウ類もごくわずかに捕食していた。中でも大型個体はサルパを好み、小型の個体はそれよりも、 エビやシャコを好むという。一方クウェートで行われた研究では、カニのゾヤやカイヤシ類を主に捕食し、魚の卵やウロコ、植物プランクトンも捕食することが分かった。本種は何種かの寄生虫に寄生されることがある。1979年には、パキスタン、カラツ沖で捕獲された本種の蝶から、線形動物門の新種の寄生虫が報告され、 本種の俗名にちなんで、ラブダコナ・パレストローマテと命名された。インド・パランギペータイ沖で行われた研究では、わらじ虫目めウオノエかの寄生虫、ウオノエが好んで本種の高校に寄生すること、そして宿主であるクロアジモドキが大型であるほど、寄生しているウオノエも大型であることが分かった。幼魚は、クラゲのそばにいるのが見られることがある。大きな群れを作って泳ぐ。 海面近くを体を横向きにして胸びれを穂のように立てて泳ぐことがある。これは他のアジカ魚類には見られない本種独特の行動である。この行動は夜間に水面近くに上がってくる動物プランクトンや小型甲殻類を捕食するためのものである可能性がある。本種の繁殖については産卵や生成塾の時期に関していくつかの研究がなされている。 1965年にインド西部で行われた研究では産卵期は7月から10月頃であるとされた。また産卵期より前にまずオスが産卵の行われる場所へ移動し、その後でメスがやってきて産卵期が開始すると考えられた。2003年から2005年にかけてクウェートで行われた卵巣の成熟に関する詳細な研究では産卵期は2月から9月とより、 長く、またメスは同一産卵期に複数回産卵を行うことが分かった。メスは一服に最小で2132個、最大で200万1648個の卵を持っていた。この卵数はメスの全長と卵巣を除いた体重に性比例していた。性成熟時の体調については研究によって見解にばらつきがある。 例えば2008年のクウェートにおける研究では、オスはオサチョウ1 7 5トル以上で、メスはオサチョウ2 9トル以上で50%の個体が生成塾に達していたという。一方で2015年には、インド西部で漁獲された個体の体の化学蘇生に注目した研究から、 生成塾に達する際の体長がオスで 28cm から 32cm、メスで 25cm から 30cm と推定された。本種の成長は早く、クウェート沖で調査がなされている魚類の中では、年成長率が最も高いという、ぶつ切りにされた本種の肉、漁業の対象として重要な種である。FAO の統計によれば年には、 全世界で1年の間に75,257トン漁獲されている。その中でもインドネシアにおいて最も漁獲量が多く57,288トンが漁獲されたという。その大乱、マレーシア、タイ、パキスタンでも年間1000トンを超える漁獲があった。東、シナ海でも底引き網により年間数10トンから100トン前後漁獲がある。 ペルシア湾北部ではサシしムによる多魚種を対象にした漁業で漁獲され、本種の漁獲量は持続可能な水準で推移している。クウェートでは年平均150トンの漁獲があるが、これはクウェートでの魚類の年間全漁獲量の3.1%を占める。本種の漁獲量は季節によって大きく変わり、4月から10月の漁獲量が全体の漁獲量のほとんどを占めるという。 当地では、ダウゼンを用いた刺し網漁で漁獲されるほか、小型個体はエビを狙ったトロール漁で昆獲されることがある。日本では稀だが釣りによっても捕獲されることがある。漁獲された個体は主に鮮魚で、少数は冷凍されて流通する。例として、 シンガポールでは中程度の価格で取引され、生鮮市場での 1kg あたりの売価はサイズによる、ものの8シンガポールドルから20シンガポールドルほどで、あるという。肉は美味であり、各種惣菜にされる。ありがとうございます。